歌舞伎コールが起こっています。歌舞伎の頑張りにも歌舞伎コールが起こっています。さあ今度は北上であります。さあ歌舞伎を追い込むぞ。うわっと、これはゴールデンアンボンバーだ。かつての先輩の技を盗んだ。いや非常にね、その表情が良くなりましたよね。ああね、なんか張りがあると言いますかね。近頃馬場さんに受けた注意は若者らしく行けということがそうであります。さあ北上明、ああこれは不攻撃。馬場さん、これは私のうがった見方かもしれませんが、若手はあんまりラフ攻撃をやってはいけない、そういうことないですか。やっぱりね、はい、勝ちたいと思うでしょうから、その表れですからね、はい、よくもうラフはラフでいいと思います。なるほど。ただラフの中にね、はい、やっぱりいろんな技術を身につけなきゃいけない。あーっと今度は DDT であります。このままカバーの先生、まあ、今の技もいいです、いいですけども、行くぞ行くぞと言ってからのその時間がやっぱりありすぎるんですよね。あーなるほど。こうやって効きませんからね、こうやって間に次の技を入れますね。そうです。あーそうですか。その辺ベテランの歌舞伎ダメージの回復をこらえながら測っているかもしれません。さあ今度は田上が持ってまいりました。ジャンボ鶴田先生のタッチが行えません。かたやこのヤングフレッシュチーム河原俊明、田上明、何回もタッチを行っています。キック、脇腹なぜよ、おっとジャンボ鶴田によったポーズでいった。さあこれで鶴田さんは熱くなりそうだ。さあエルボーを打っていく河原俊明、またまた顔面キック。これは工事見てますけども、先輩にこの顔面キックを打っていくのは勇気がいる。しかしもう一度圧倒撃、ダグレード歌舞伎サードロープに薄くまりました。馬場さん、このこれからのカードになると次回の後楽園でも鶴田康夫対高野田上小橋がメイン、このトップ対若手のカードが非常に中心ですね。もうやっぱりね、若手に頑張ってもらわないと、はい、もう歌舞伎とか、ジャンボはもう力はもう十分分かってますからね、そうですね、力のあることは分かってますんで、ね、はい、この若手の中から、バックドラップ、若手の中からやっぱりね、はい、その頑張ってもらって ね、 そうですね、面白くなっていけばいいと思いますね、はい、この今映りましたジャンボ鶴田、そして歌舞伎の胸を借りる若手らし頑張れ、新たなる前日の活性化。さあジャンボ鶴田、あーっと右のエルバー、そしてお返し、エルバーを田上に打っていった。ジャンボ鶴田の大垣を当てます。川田を引きずり起こします。天霊が怖い、ボディースラム。今現存するこのレスラーの中で鶴田のボディースラムが一番すごいじゃないですか。そうですね、投げ捨てですよね。ジャンボ鶴田であります。まあ、ジャンボ選手自身も若手と対戦胸を貸していくのももちろんだけれども、僕と組ませて、そしてまた大きくなってもらいたい、そういう熱きエールを若手に送っております。田植えれました。カットの速さも馬場さん速くなりましたね。田植え選手、そうですね、迷いなくスッと出てきますね。切れたんでしょうか。田植え明選手であります。さあ川田を捉えました。ジャンボ鶴田、張ったぞ打ったぞ、ジャンボラリアット、重い激しい、ジャンボのファイトです。手に慣れてまいりました。そしてストッキング攻撃、ストッキング攻撃、内側攻撃、赤いトランクスシューズが踊っています。6月の1日から8日まで放送できるのは札幌千葉武道館になりますが、あのクラスターバンバンジガロもやってまいります。やっと右のキックを放ちました。そして延髄、田上明であります。もう一つ狙っている。大物外人が来ますと、この若手にとっても刺激といいますか、借りる胸がまた一つ大きな胸ができますね。そうですね、はい、でも今日の田植えはやっぱり本当に積極的にいってますよね。バックドラップ、今10分が経過しました。本当に積極的です。確かに田植え選手は2ヶ月ほど前でしょうか、こんなこと言っておりました。頭の中で分かっていても次の技何を出そうか一瞬迷ってしまう。今日は組み立てがこう頭の中でというよりは、この気迫が自信が次の技を呼んでいるみたいだ。エルボー、これはかわした、ジャンボ鶴田かわしました。でも馬場さん見てると気持ちいいですね、思いっきり打った技というのは。そうですね、まあこれはね、ジャンボの方にキャリアがありますからね、これはもう避けられるんだということは目に見えますよね。さあ今度はパワプロの洗礼だ。歌舞伎の表情が尋常じゃない。
セカンドロープからサードロープ、おーっとグランドミラックもまだ打っていく。ザ・グレート歌舞伎サウナに対して容赦のないアッパーブローというか、もうこれはウッドロスパンチになっています。さあカバラボスターに乗れないんだった、ボディーアッパーブロー、ボディーブローであります。ザ・グレート歌舞伎もうペイントが半分に跳ね返っている。左右のランダ握り拳、今度はニュートラルコーナー、サウナに飛ばしたのは鉄田君、飛ばしたのはジャンボ鶴田。さあリング上はザ・グレート歌舞伎であります。ジャンボ鶴田は今田植えをリング上に、さあこれからだぞと上げました。さあザ・グレート歌舞伎先ほどのお返しだ。田植えもしかし負けてはいない。キックで川田にスパイダー。さあ川田はミドルキック、これがキックの基本です。左のミドルはキックの基本。ボディにめり込んでいるザ・グレート歌舞伎、捉えている、スロープに飛ばした、これを避けた、アッパーブロー。しかし川田バラがいける、まだいける。川田一つ打たれたら一つちゃんと技を返してますね、中寺チー強みいいですね、打たれたら打ち返せ。さあ今度はキックからフィッシャーはスープレックス、これはどうだ、カウンター2です。ジャンボするともいいカットです。グーのカットじゃありません。ジャンボのカットも思いっきりもうダブルのチョップを合わせました。さあ今度は田植えです。フィッシャー今度は何を見せてくれるか、出しているぞ田植え、ブロックバスターに来そうだ、行きました。キックの中央ポジションもいい、自信満々、カウント中です。グレート歌舞伎も鋭い。さあ今度は川田、振り上げるキック、しかし歌舞伎選手も通れる位置を考えていた。あーっと入る間に、ね、こういうね、こういうとこはやっぱり歌舞伎の良さなんですよね、全部、まあ、やられてからでも計算をしていくということね、はい。さあエビチカルメバ、ジャンボ鶴田選手もある程度、いやかなり痛めつけておかなければこれにあの釣りつかません。さあ田植え技が必要、キックニュートラルコーナーを狙え、そうだチョップだ、2発3発、あーっとエルボー1発2発、体を入れ替えた、あーっとエルボー、もう1回エルボー、あーっと突っ張り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 、元十両、今はプロレスに命をかける田植え、馬場譲り、おもしろい、試合は馬場さん、こうじゃなきゃ、ね、ね、田植えがね、やっぱりこうやって手を出し、くれやね、はい、今日の田植えは素晴らしいですね、今日は馬場さんが素晴らしいを私、届いただけで3回言いました、さあ、ジャンボキック、高さが違う、これも顔面、さあ、ラリアットか、ラリアットか。バックドロップか、あっと川田がキックでカット、田植えはスモールバックエッジホールド、スモールバックエッジホールド、返し技なくなった田植え、返し技いきました。ジャンボも今のところびっくりしてるんですよね、田植えの手数が技の数が多くなりましたんでね、いや今日は用心だと話していました。どうなりますか、おキックを打った田植えが逆に跳ね返された、ジャンボが踏ん張っておりました、これ辺さすが体力、あージャンボラリアット、バックドロップか、今度こそバックドロップか、歌舞伎が川田をカット、しかし田植えあっぱれ、まあ負けはしましたけどね、それだけその技が出てくるやね、はい、結構ですよ、はい、十分です今日はね、まあね、やっぱこうやって何回も繰り返していってね、はい、自信つけていくことですから、そうですか、ジャンボスーパーザグレーズ歌舞伎も今腕が上げられておりますが、よく田植え頑張りました。田植え、そして鎌田、見事であります、馬場さんはこの後のメインイベント出場のため、ここと時間取れます。どうもありがとうございました。ご覧いただきましたようにメインイベント60分の1本と田植え、この頭を絞ります。最後はジャンボスーパーのバックドロップに変わります。ジャンボスーパー回復のエリアありますか、これからもこの田植えに、あるいは川田に、そして藤木に胸を貸していくことでありましょう。ジャンボスーパー、そしてザ・グレート歌舞伎、そしてその胸を借りて川田、小橋、藤木、全日本の別れ勢が大きくなってもらいたいと思います。